俺、ムーンですね、買うのは。まあ、月が似合う男ですからね、僕は。よし、それでは今から行きましょうか。闇の洞窟へ。これがポケモン、ね、不思議のダンジョン、青の救助隊。で、最後のダンジョンになります。皆様、もう大丈夫ですか？悔いはありませんか？行きます。ラストダンジョンです。今日で終わりですね、じゃあ。闇の洞窟に行くんだな。連れててくれよ。いやー。うわー、フリーザ飛んでる。よいしょ。今日最終回やろ、これじゃあ。フリーザなんかでかくて邪魔だな、お前。え、ゲンガーって何、お前壁の中走んの？ゴーストタイプってマジでめんどくせえな。あちまれ玉がないから負けるよって。そうなの？ゲンガー守りきれるかな？え、ゲンガーを守るゲームなの？ゲンガー。作戦を変えれねえの、ゲンガーって。マジクソ野郎じゃん。うわぁ、ちょっと、速攻を見つけ、ゴールしたいな、これは。このダンジョン内容だったら。壁から一方的な攻撃できなかったっけ？あ、結構、鬱陶しい感じなんだ。ゲンガーって。友達少ないやつだ。コンパン。よし。挑発してる、あいつ。あ、暴れんな、暴れんな。高速移動したけど。うっ、いくぜ。壁の中は腹が多く減るんだっけ。でも腹減るとこ、うわ、高速移動もうざいですね、あなた。ストップ。よいしょ。ゴーストタイプは自分で腹が操作すると腹減ってだるいっていう。あ、ね。フリーザーリーダーにしといたら。いや、フリーザーはいいよ。とりあえず技停止にしといて。後から使うから。高速移動強いからつけてた方がいいんじゃないの？使いたい時に使ってもらう。高速移動は。ウェイ。高速移動が、使う必要がない立ち回りってやつで。俺行くから。仲間だとうるさいんだよね、ほんと。ゲンガー耐えるよな。18、もう結構食らうな、ダメージ。おい、さ、おい、強お前しゅ、うっそーん。もう種1個もうやだよ、これもう。半端ねえなぁ、マジでゲンガー。もっといった復活の盾。ちょっと待って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 。ちょ、ほんとやめて。うわ、きつい。これ、ゲンガー守れて、ここまでマジでできない子を連れていかなきゃいけないってダンジョンって。相当しんどいよな。このダンジョンって、不思議のた、じゃ復活の種ないの？落ちてないの？落ちててくれよ、マジで。ゲンガーなんか、コードもアクティブなんだよね、なんだかんだ言ったやつ。遠距離技で即死だよ。それも大草原なんだけど、ほんと。やばいやつじゃん、ゲンガーって。3体構成守りに行く。うん、ちょっと、誰フリーザー連れてきてって言った人、まったく。尻ピンピンやわ、みんな。だが、しかし、俺なら、守り切ってみせる、ゲンガー。安心しろ。お前を殺させはしない。俺が守ってやる。な。くぅ、いいこと言っちゃったぜ。なお一回。よし。ウェイ。何こいつ？いや、ゲンが前出てくんなって思う。コイル連れてきても意味ないよね。よし。ゲンガーでレベル上がるのかな。ちょっとでもレベル上がって強くなってほしいのも、せめて。全然レベル上がんねえじゃん。もう、ええんちゃう、レベル上がって。上がらんの、ゲンガーさんって。
リンガーさん、マイルド目覚ました。おはよう。ゲンガー倒してサナイト仲間にしようって、サナイト仲間になってくれるでしょ多分。サッちゃんリスナーいれば余裕だった。いやもうリスナーいてもさ、あいつ火炎放射撃てるだけじゃん。10万ボルト撃てるって、フリーザと変わんねえじゃん。フリーザの方が得効高いよ。あ、それフリーザに渡してなかった、スペシャルリボン。フリーザさらに攻撃力アップだよこれ。きたフリーザ、いったれ。出た、10万ボルトじゃない、400冷凍ビームこれ伝説やわ、やっぱ伝説のポケモンさすがやわこれ。いや君がいたらもう俺はもう安心して生きていける。よし、うわー、絶対守るマン、種ましい。とりあえずはっ、効果がない、効果今一つ。抜け人さん、ちょ、ゲンが前出てこないで。やばいやばいやばい、抜け人には飛び道具やぞって。そうなの、えい、クソ弱え。よいしょ、めっちゃ寝てるだ、あいつ、あいつも弱えな。抜け人もっと出てこねえかな、もう。固くなる、さよなら。なに、毒針が飛び出したって、危ねえ。抜け人の致命的な弱点、致命的すぎますでしょそれ。ソーラービーム打っとくか。よし、抜け人は効果抜群しか食らわないんだ。特性とかも結構やっぱ反映されてんだね。ポケダンでは体力5あるよって。変われ！今見た、みんなゲンガーを俺絶対守ってやるっていうイケメンパンチ。リーザー、レッドビーム打ってくれ。レッドビーム打ってくれ。なんで打たへんの？今打つの？君。うん。よし。さあ行こうか。クソ、こいつ上乗りやがって。弱え、影坊主。粉雪しないね。確かに粉雪全然使ってくんないね、こいつ。11回です。めっちゃ金落ちてんねんけど。お金持ちになれるわ、こんなん。ソラビーム。レッドビーム。出た出た。レッドビームの PP が切れたら、多分、使ってくれんじゃねえかな。中間地点とかあんのかな？絶対ボスいるでしょ、このダンジョン。何？わ、ポケモンスイッチか、危ない。賢さのせいかもって。あー、確かになんか、バカっぽいもんな、フリーザー。すげえ失礼なこと言ってっけど。よいしょ。金しか落ちてない。え、ここ金しか落ちてない男女なの？めっちゃお金持ちなんだよ、これ出る頃には。出る頃には、リスナー何でも怒ったるでっていう。ねえ、ちょっとした成り気になってるよ、俺。来た。よいしょ。メニューのここからここ全部っていう。片っ端から持ってきてっていう。やべえ、そんなちょっと頭悪い注文できんだ俺。抜け人、よし。いや大丈夫、このダンジョンをのお金が全部現金で返ってくるなら俺は溺れる。何、あいいね君、ゲームうまいよ。よし、階段派遣。さあ12階でございます。まだ半分もいってません。罠もある。で、今回モンスターハウスもあると来てますのでね。ある程度慎重に立ち回っていきたいと思います。誰君？えい。早く死ね。風起こし出た !200! もうほんま引くぐらい強いな、お前。お金拾わないの？お金別にいらなくねえかな？経験値2。何やそれ。モンスターハウスは吹雪で全滅。粉雪やな。粉雪で、確かに。フリーザおらんかったら確かに絶望やな、こんなん。マジお金しか落ちてね。
抜け人もあれなんだ、壁の中通ってくんだ。クソウザポケモンやん。よいしょ、これ無視しちゃおう。冷凍ビーム強え。さあ、14階。じゃあ、モンスターハウス、あえて引きたいよね、こうなってくると。出ないかな？あー、出ないかな、モンスターハウス。ここで使って、一回見ようぜ。粉雪。フリーザー、作戦。あ、ない、だ、ない、作戦じゃねえ。賢さ。技だけ使う。出た。行くぞ、みんな。来い！は？は？え？え？出た！粉雪！よし。びっくりした。なかなか使えへんから、俺もうビビってもたわ。隣接しないと使えねえんだ。なんや、結構欠点な能力ですね。普通に強い。引くぐらい強い。マジでお金しこっちでね。モンスターハウスで見たいね。レッドビームあと1だった。まあ、PP マックスフリーザーに使ってあげましょう、これは。フリーザー強すぎるわ。リーダーにしたらいいんじゃないのって。それは、100里あるね。でも、いや、不思議マンの名前何か知ってるみんな。ダイダラって言うねんで。この世界一かっこいい名前を背負って、他の人に譲るなんてありえない。な。一番かっこいいポケモンは、俺が使うんだっていう。よし。いや、絶対かっこいいやん、俺。ダイダラって。よいしょ。他に拾ってもらうと思わず。君やべ、恨まれた。最後に繰り出した技の FP ゼロにされた。ちょ、待って待って待って。こいつ。やだ、もう、ムーマちゃん、もう。なんかの PP 減らし、なくしたでしょ。葉っぱ買ったらゼロになった、もう。いくぞ、ゲンガー。ゴールへ向かって、青春だ。でも、種マシンガン撃つしかないもん、俺に残されてる道は。種マシンガンは、ザコと言うにはちょっと強すぎる。なあ、そんな技でございますので。見せつけてやりましょう。フリーザの名前もダイダラにしたらよかったね。いや、そしたらもう、やばいやん。ねえ、このあなたが落としたのは右のダイダラですか、左のダイダラですかって言う。めっちゃ悩むやつやん、そんな。うわぁ、俺には選べないっていう。どっちも俺だっていう。よいしょ。こっちです。どっちもいらない。いやいやいや、どっちも俺です。よいしょ。種増し打ちまくるか、とりあえず。え、種増し3発で死ぬって、よっぽど強いね、君。結構今一つなんだよな、ほんと。さあ、レベルアップ。お、俺33じゃん。どうですか？ないですね。ゲンガーで。いや、ゲンガーは、仲間になりません。よいしょ。うまい。あ、あかん！あかん、これは。これはマジであかん。違う！挑発とかすんなよ！違う！ 1 しか取ってない。あー、もう終わった。闇堂です。で、フリーザーは、まあ、ここぞって時に使えばいいの。ここぞって使う時に。リンゴは？リンゴは忘れた。まあなんか大丈夫。俺リンゴがななくても大丈夫やね。行くわ。
リーダー変えなくてもいいけど、ダイダラには荷が重い。いや、俺、相当強いからね、みんな。でも、コンパンなんて、コンパンやで、コンパン。ほら、コンパン。うわ、レートビーム、めっちゃ敵おるね、ここ。うわ、来た。やるね、君。よし。さあ、行こうか。だから、リンゴを、要は、今回の俺の覚悟。わかる？リンゴなんかいらねえよっていう。どういうことかわかる？最適、最短ルートで攻略して、ね、みんなをあっと言わせてやるっていう、俺の覚悟よ。伝わったか、みんな。よいしょ。ゲンガーが水に入った時にあちまでするんだ。結構、後半の水のあるところが、えぐいね、マジで。あそこはちょっときついわ、マジ。はぁ、あ、おーおーおーおおなんだこいつら。いいペースで来てんじゃん、この階段また見っけたし。見てる？なんかみんなさっきから俺の斜め移動の完璧な、ね、斜めっぷり。斜めっぷりってなんかすごいな。斜めっぷり斜め。よし。取って、また君か。復活の種うまいぜっていう。復活の種もマジで。あいつ覚えとけよ、ほんと。俺、ゲンガー、もう、うわぁ！ヘドロ吹き出した！危ない、みんな。俺がリンゴ持ってたら、ベトベタフードなってたで。ちゃんと見越してたから、俺ちゃんと。ね、ベトベタフードは、いらないっていう。ちょ、君。待って。大丈夫。コンパンぐらいに負けるお前じゃない。コンパンには勝てる。コンパンには勝てる、お前は。まあ、コンパンには勝てる。嘘やろ、お前。コンパに負けるってさ。コンパンはじゃないよ。マジふざけんなよ。おかしいやんと考えても。俺、ゲンガーがコンパに負けるとかさ。見たことないで、ポケモンで。これ、俺の知ってるポケモンちゃうのかもしれん。これ、えっぐいなぁ。この駅、おい、いいぞ。あれ、マップに赤い斑点が残ったままや。この駅でやっつけた敵は。せめて催眠術覚えてほしい方ね。挑発とかなんかどうでもいい技ばっか覚えてるからな、こいつ。しかも技メニュー開いて、技のね、調整もできへんし、こいつ。マジで、ケンガ。せめて命令できたらさ、なんかあるんだけど。ちくしょう。誰？ゴールバッチュイン。家つけっか。くそ！え、ちょ、まあ、空振りしすぎやで、君。よし。なんとかして、階段、うおー！もうここ水辺に急に出てくるのは犯罪！もうやだ！2つの種はね、あと2つありますので。まだ大丈夫。2つもあんねんで、みんな。ゴール何回か知らんけど、こんだけあれば大丈夫。ゲンガーはレベル15ですね。こうするやろ？だからいらんことすんなよ、お前。挑発とかしよって。よいしょ。マジ、ゲンガー、うざうざずじゃん。ゼロ、2個とか実質ゼロやんって。いやいや、もう2個は2個やろ、お前。2個はゼロって、お前、算数もできへんのか。まったく。うえーい。これもう無視しようぜ。よいしょ。9回です。もうちょっとや。ゴールは19回ぐらい。オッケー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 。19回目指してやっていこう。なんかお金や。お金しかないやな、ここ。階段、階段。お前無視でしょ。ウェイビーム。ウェイウェイビーム好きだね、君。階段、いやー、階段だっけ。ゴールバッチュン。よしよしよし。めっちゃペースいい、めっちゃペース、めっちゃペースいい。10回。さっき19回で死んだよって。じゃあ、20回がゴールか、じゃあ。オッケーオッケー。こいつよくネイティオンのとこまで来れたな。ほんとな？うん。ウェイ、いいぞ。
わ、もう敵3体を流れるように倒す。俺たち。うわぁ、呪われたがなんともなすび。期間は。ちょ、こいつうざいからサクッとやつけど。さ、この辺りからちょっと敵のポケモンが、なんかエッチな感じになってきますので、気をつけていきましょう。ゲンガーに。え、これどうすんの？これどうすんのみんな。壁の中おるポケモンって。はあ、当たる当たる。呪われたけど。やめて。ゲンガーも呪われた。ピンチ。怖い。まだ大丈夫、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。よ。なぜ技が通らず石が通るんだよ。なあ、それは、不思議だね。うん。かぁ、こやつ。うつんねえ！しなげとくか。しゃないしゃない。ノルノマーク怖いね。つば打つ！うわ、危ねえ、死ぬとこだったぜ。ちょっと混乱解けねえな、なかなか。解けた。ひるんでる。ほら。くそー。階段発見。めっちゃお金落ちてる。お金。ちょっと歩いておりましょう。石万能ですね。うわー。ゲンガー変わろう。優しさ。で、葉っぱ買った。テリトリー！よし。さあ、12階。いいとこまで来ましたよ。うざい。うざい。うざい。もう、縦マシンがまたんねえし。当たった。掛け坊主系がやだ。ゴーストタイプってマジで嫌い。雰囲気のマリン。うわーいしんどいな。じゃ、ちょっと待って、これ今までのダンジョンの中で一番やっぱなんかしんどい。はぁ、あ、超効くじゃねえか、おめぇ。俺に食っとくわ、これ。よし。あかん、効果抜群はやっぱ効くな、ほんと。飛行タイプの技は強い。飛行とゴーストってマジでさ、バカでしょ。このダンジョン作ったやつ。驚かない。何？怪しい光、また怪しいやつじゃん。おう。きつい。仲間リス。俺仲間のこと好きだから。こんなん解けねえ。ゲンガーって何がクソかって。ねえ、一人でポケモンやっつけることができないとこなんだよね、ほんと。混乱長えし。PP 切れても、あ、これ、死んだんちゃう？あ。ちょっと待って。今何個食べた？今。また1個持ってる !1 個持ってる !1 個持ってる！うわぁ。あれ？リーダーってどうやってなんの？え？リーダーなられへんやん、これ。え？え？ちょ、待って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 、粉雪。種マシンガン、種マシンガン、種マシンガン。はい。なんでやねん、お前も！おい！待って、ほんとに。マジお前クソポケだから、ほんと。全部食ったぜ、ケケじゃねえよ。
今さらダウンだわ、お前もそうや。あかん、きつい。ちょっと待って。もう、あと2匹ないやつじゃん、マジでこれ。やべえ。種おかわりじゃねえってもう。13回か、ま、今。13回で相当しんどい状況やで、今。これ大丈夫かな、ほんと。待って。これは右上に出るべきだよな、多分。俺は。よし。恨まれた。ゲロ吐きそう。とりあえず1体確実にやっつけよう。よし、確実にやっつけれるもんじゃねえな、これ。この雪、ナイス。は、空振り。おい、どんだけ強いの、お前。半端ねえ。クロバッちゃんはやばいわ。粉雪回避するポケモンっています？さあ、15回です。さあ、もう、終盤ドキドキがやみませんね、これ。ソーラービーム行きましょう。吐きそうですね、これ、本当に。果たして俺は、攻略できるんでしょうか、このダンジョンを。お金3つ並んで、うわっ！もう時間勘弁してくれよ、お前、ほんま。おい！ちょ、待て。いや、電光石火とかアホやからやめて。高速移動。剣が出てくんな、お前！ナイスお前！よし。あ、危ない！生き延びたー！おい！勘弁してくれよ、もう。高速移動いいわ。リーダー帰れません。最後のダンジョン。よし。どこ今 ?16 階？いいぞ。レートビームやっつけちゃう？いいぞ、16。17階？これ流れ来てるからね、今。完全俺に来てる。よし。は？落ちてた道具がポケモンになった。別にそれはどうでもいい。よし、葉っぱカッターで切り抜けよう、これは。高速移動2回、もったいない。3倍速とかないんですよ。まだ、4倍速とかもういらんねんって、お前、そんなもん。これがあるからめんどくさいな、ほんま。まあいいけどさ、もう最後やからもうめんどくさくても我慢しよう、もう。ソーラビーム一旦我慢して殴られていこう。粉雪、ウエーイ。よし、あった。ちょっと待って、これはいいぞ。このまま行こう。よし、19階。ここさ、ありがとうございます。なんかそれっぽいやつがいる。これ一旦でやっつけな、まずいやつちゃう？ 1。きた。よし。怖い。いくぞ。あとちょっとやね。ここに階段はない。よし。いくぞ。階段なし。くそ。階段早く。ゴルバチョフさん。ゴルバチョフさん。おんぱっ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 ぱ。
大丈夫大丈夫、ダメージは与えてるから耐えれる、耐えれる。君の攻撃は翼で、翼を授けない。これどうしようみんな。ちょっと待って、 PP マックス飲もう。とりあえずさすかった俺は。これであとちょっとやぞみんな。この部屋に階段があった、下にいる。よしよしよし、怖い怖い怖い。いくぞ、よし20回、よっしゃ突破どうじゃ。けっけー、やっと来たぜ、ほんとやっと来た。お前マジでな、種何個食ったお前。ここだな、闇の洞窟の一番深いところは。マジ一撃とかやめてほしいよね。お、あそこにくぼみがあるぜ。なんか、ここに石ころを置けばいいんだな。カチッとな。ゲンガはキュービーの印をくぼみに置いた。わ、眩しい。え？何も起きねえの？何も起きねえぜ。え？なんか聞こえたような。なんかお前言ったか？え？なんか言った？リスナー、俺何も言ってないよ。大丈夫こいつ。幻覚？おかしいな、確かに何か聞こえた気がする。ファミチキください。じゃないよ。うんこ。え？いや、その言わんでいい、行ってこいって。言わんでええから。うん。ね、黙ってね、お手洗い行ってきなさい。あ、違う？ようこそ。ようこそ？え？あ、どうも。ウェルカム。ようこそ、闇の洞窟へ。明るいな、君。なんだ？どこからか声がするぞ。誰だ貴様は。私は闇の審判。ご心配なく、怪しい者ではありません。え？本当に？先ほどの封印を解放する鍵が差し込まれました。このたたりはサーナイトにかかっているものですね。その通りだ。たたりと言ってくれ。いえ、そうはいきません。その前にあなたにその資格があるかどうか試させてもらいます。あなたの本当の気持ちを見せてください。なになになに、この、これ何？なんだ？何試されるの？ボスが出てきて戦ったりするのか？いえいえ、そんな野蛮なことはしません。ないの？よかった。質問に答えてくれれば、それで結構です。じゃあ皆さんも一緒に考えましょうか。ね。ただし。何？え？なんだー！うげげげ！動かない！答えるのはゲンガーさん。あなたではなく？ダイハラさん。俺ー！それおかしない？どういうことこれ。もういいけどさ、ほんと。ゲゲゲゲゲゲ、なんだと？これミスターどうすんのやろ。わからない、ちょっとちゃんとやる、真面目にやるわ。なんでこいつが俺の気持ちを代弁しなきゃならねえんだよ。だうんこの話 しない、うんこじゃないわこれ。俺にやらせろよ。ゲンガーさん、あなたの心は複雑に絡まってます。あなたは本当の心を決して見せないでしょう。ケケ、なんだと？ダイダラさんはこれからゲンガーさんの心の中に入ります。マジで？ゲンガーさんの気持ちをうまく誘導してください。いやー、もしゲンガーさんの本当の気持ちを引き出せなかった場合は、たたりは二度と解けないでしょう。ゲゲゲ、おいダイダラ、適当なこと答えたら承知しねえからな。チャンスは一度だけ。うわ、マジかこれ。真面目にやりましょう。ダイダラさん頑張ってください。では、行きます。どんなクイズだろうね。まず最初に。ゲンガーさんは、どうしてこのたたりを解きたいのですか？これは簡単でしょ！気まぐれんじゃないよ！サーナイト、助けたいから。
それは嘘でしょ。ええちょ、待って。おかしい。え、いきなりダメだったの？ゲンガーさんは昔、サーナイトを見せたじゃないですか。そんなゲンガーさんが、なぜサーナイトを助けたいんですか？心が変わった。サーナイトの心が変わったわけじゃないだろう。たたりから、かばってくれたから。ね、あいつが、俺をかばってくれたから。確かにサーナイトは、ゲンガーさんのたたりから、ゲンガーさんをたたりから守りました。自らの身を犠牲にして。でも、その時、ゲンガーさんは、どうしたんですか？サーナイト守ろうとしたら、見せて逃げ出した。いや、これは、逃げ出したで。ほんと。あいつは、ゲンガークソ野郎やからな。サーナイトが身を挺してかばってくれたのに、見せて逃げ出した。したやんけ、今度。そう。ゲンガーさんは、サーナイトを見捨てて逃げ出しました。もうクソ野郎ですね。うん。もうクソ、オブザクソ、オブザクソです。ゲンガーさんは、なぜサーナイトを見捨てたんでしょうか。ね。まあ、これは、後で助けようと思ったなんていうことはなくて、多分自分さえ良ければっていう、クズ。もう、クズオブザクズだったからだよ、最初。これ真面目に正直に答えていいんだよね、多分。そうです。やっぱクズだったんだね、本当。ちょっとここまで言われると可哀想な気持ちになってきた、本当。うん。ゲンガーさんは自分がたたりを受けるのが嫌だったので、サーナイトを見捨てたのです。ゲンガーさんが人間だった頃、サーナイトはそのパートナーでした。しかし、ゲンガーさんにとってサーナイトはその程度にしか思ってなかった。ゲンガーさんとサーナイトはその程度の絆だった。そういうことで、よろしいでしょうか？え？え？え？ちょっとこれ。え？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 これわからへん！これわからへん！本当のとこは、確かに、その当時は、はいだったけど、今は違うやんっていうこと考えたら、はいでいい。はい。当時の気持ちでいい？これは。今のことなんて聞いてないから。じゃあ、はい。もしそれが本当であれば、私の質問はこれで終わりになります。うっそん！もう心残りはないですね。ちょっと待って。さっきの過去形だったから昔のでいいんだよって。いいじゃん、これで。本当に？大丈夫かな？俺ちょ、うわー、心配これもう本当。大丈夫かな？行くよ、これで。はい。わかりました。これで質問は終わりです。え？大丈夫かな？めっちゃ悩むで、これ。ゲンガーさん、あなたがこのたたりを解く資格があるかどうか、今からその結果を言います。たたりは、やばい、お祈りされたらどうしよう。うわぁ、どうだ。あれ、消すことができませんでした。あ、え、俺のせい？待って、とても残念ですが、これでサーナイトへのたたりは永久に。待ってくれ！うお、なんか溶けたで。俺に言わせてくれ。確かに俺はサーナイトを見捨てて逃げ出した。たたりが自分にかかるのが怖かったんだ。自分だけが助かればいい、そう思ったんだ。なんかお前主人公みたいになったやんけ、急に。しばらくして俺はたたりのこともサーナイトのことも忘れてしまった。そしてたくさんの時間も過ぎていった。しかしサーナイトは俺のことを忘れてなかったんだ。ある晩、ダイダラの夢の中でサーナイトはこう言った。
大切な友達だし、また会えると信じてると。サナイトはこんな俺でも思い続けてくれたんだ。それに引き換え俺はなんてわがままだったんだろうか。今まで当たり前のように生きてきたが、なんて俺は身勝手だったんだろう。サーナイトだけじゃねえ、チームポケダラズだって俺のわがままに付き合いここまでついてきてくれたんだ。ここに来てやっとわかった、俺に足りなかったもの、それはみんなに対しての感謝の気持ちだ。たたりを解く鍵は開きました。お、マジで？サーナイト9コン来たで。成功したな、ゲンガー。9コン。でも、俺には何が起きたのかさっぱり。たたりが消えた。私はお前の歪んだ心に怒りにたたりをかけた。だからお前の足りない心が満たされれば封印も解ける。たたりを解く最後の鍵、それが、感謝の気持ち。な、ゲンガー、忘れたあかんで復活の種、用意したん誰や？今完全に横でドヤ顔してんだよ俺。誰や？じゃあサーナイトは。安心しろ、サーナイトは戻った。じきに目を覚ます。ただしお前が昔パートナーだったことはサーナイトにはわからないだろう。あら、いいんだそれでも。サーナイトが戻ってきた、それだけで俺は。うわぁ、めっちゃいいやつだったね、ゲンガ。ありがとうございました。いえ、いいよ。私、たたりが解けたんですね。初めてお会いする方なのに、なんでお礼していいのか。うわぁ、つらい、これ。本当に、助けていただいてありがとうございました。この顔だよ。よかったな、サナイト。おい、だいだら、付き合ってくれてありがとうよ。これは俺だ。通過スカーフ。何これ。じゃな。あ、待って。え？なんで？名前をお聞かせ願えないでしょうか。わ、なんて答えんやろ。名乗るほどのものではありません。くぅ。け、俺の名はゲンガー。よろしくな。私はサーナイト。よろしくお願いします。わあ、ポケモン名前やから。わからんやろ、多分これは。救助隊の仲間は友達入れに帰っていった。結局、クリア後のストーリーで俺は空気でしたね。俺は、マジで空気でしたね。はい、ということで皆様、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ポケダン不思議のダンジョン青の救助隊はこれで終了にしたいと思いますね。ストーリーも終わらし、そしてクリア後のストーリーでね、サーナイト、そしてゲンガーがようやく、まあある意味救われたって感じなのかな。思い出して欲しかったけどね、やっぱな。悲しい。サナイトおんのかな？サナイトよ。いろいろ考えて、ポケダラズで救助隊やりたい？いやー！じゃあ、サーナイトが友達になった。これでね、いろんなポケモンと友達になった。イェイ。やったぜ、サーナイト連れ回そう。まあ、救助活動はしないけどな。あいつはもう家で引きこもっててもらうよ。
よし。ということで、皆様、本当にありがとうございました。これでポケダンは終わりです。またね、次回以降から新しいゲームやっていきますので、またそちらのゲームでもよろしくお願いします。ポケダンシリーズね、本当面白かったので、またなんかね、機会があれば、他のシリーズもやっていきたいと思いますので、マグナケードとかね、まだ持ってますし、ポケダンの続きまだちょっと終わってないので、それやってもいいですしね、そのあたりもまた今後やっていきたいと思いますので、ぜひともね、そのあたり待っててください。ゲンガーに話しかけてみて、ゲンガーどっかおんの？ゲンガおるかな、ちょっと話しかけてみるか。いねえじゃん、ゲンガー。おーい。ゲンガーどうしたんやろ。ねえ、ダイダラ、おめえは最高の友達だ。いねえじゃん。ゲンガーおらんかったんやけど。よし。おらんかったわ。ゲンガーもな、多分、どっかで、サーナイトのことを思って、一人で悲しく、泣いてるんでしょうか。ということで改めましてこれで本当に終わりたいと思います。おつぽよです。またなんかのゲームでお会いしましょう。おつぽよ。